世田谷区の保坂信特長は、食べ物や飲み物などを制限する放射線量の暫定規制値について、子どもと大人の基準を別に設定してほしいなど、細川厚生労働大臣に要望書を提出しました。保坂区長は細川大臣と面会し、飲食物の摂取に関する規制値を子どもと妊婦について大人に対する基準とは別に設定することや、暫定ではない規制値を早い時期に設定することなどを要請しました。これは区民らからの子どもの規制値を設定してほしいという署名6800人分の提出を受けて動いたものです。面会を終えた保坂区長は手応えを示しました。子どもが体が小さくて発達成長が活発で、最も強い影響を受けやすいと、これはそうだというふうに言ってくれてですね、まあ、お伝えができたということはとてもそういう意味では今日会えてよかったと。細川大臣は規制値の見直しにあたっては子どもに配慮した数値にしたいと前向きな意向を示しましたが、具体的な日程までは出なかったため引き続き要望していきたいとしています。